卵の戦いで遊ぶ二人の少年赤い卵の勝利欄の戦いは伝統的なイースターのゲームである。イングランドにおける民間習俗としてこのゲームはシャカリングやジャーピングやダンピングといった形で知られている。このゲームのルールは単純である。それぞれ片湯で卵を手に持ち自分の卵を割ることなく相手の卵を割るように卵をぶつけるというものである。 他のゲームと同様に、卵の戦いにおいても、イカザマが行われてきた。セメント製、アラバスター製、果ては、大理石製の芯を入れた卵があったことが、報告されている。卵は再生の象徴であり、初期のキリスト教いたずらにより、イースターにおけるキリストの復活の象徴とされてきた。中世では、卵の戦いは、ヨーロッパにおいて行われていた。例えば、 14世紀のザグレブでは、イースターの祝祭に関し、卵の戦いが重要な役割を果たしていたという言及がある。民間種族の研究においては、15世紀初めのポーランドでの言及が引用される。北アメリカでは、アメリカ独立戦争のさなかの1781年、メリーランド州フレデリックにおいて捕虜となっていた英国人トーマス・アンブリーが、 卵の戦いを目撃している。アンブリーはアメリカ独立戦争の間、捕虜として広い範囲を移動した若い英国兵士であった。アンブリーは1781年7月11日にメリーランド州フレデリック付近におり、当時流行していた卵の戦いの監修について記録した。アンブリーによれば、当時のフレデリックでの収束では卵を とても強くするシンク色に染めるため赤身の木を用いて卵を染色していた。20世紀中頃までにメリーランド州ボルティモアの新聞三紙は複数回卵の戦いの掛け声、儀式、テクニックについての写説を掲載した。上記のアンブリーの報告について論じた記事において著者クラークソンは1933年3月29日付の イブニング3種の射説面を及び1949年4月17日付のサンデー3種を引用している。イングランドでは卵の戦いは対戦相手同士2名1組で行われ、2名は卵の尖った側をどちらかの卵が割れるまで繰り返しぶつけ続ける。競技会の優勝者は最も多くの対戦相手の卵を割ったものとなる。イングランドのダラムカウンティに所在する。 ピーターリークリケットソーシャルクラブにおいて1983年以降毎年イースターの日曜日に卵の戦いの世界大会が開催されている。世界大会で得られた収益はマクミランキャンサーサポートに寄付されている。ルイジアナ州の多くの地域では卵の戦いは真剣な競技イベントである。ルイジアナ州マークスビルは1956年に 卵の戦いを公式行事としており、当地がこの公式行事化を行った最初の地であると主張している。かつてはより小さく殻が硬いホロホロ鳥の卵を用いたイカ様が行われていたが、現在はホロホロ鳥の卵による卵の戦いは別種目とされている。この競技のための準備は真剣な科学となった。今日ではどの決闘の鶏にいつ頃、 卵を産ませれば、硬い殻の卵ができるのかが判明している。鶏には、カルシウム分を多く含む餌を与え、たくさん運動させる必要がある。競技に用いる卵を適切な方法で茹でることも重要であり、気質が丸い側に来るよう尖った側を下にして、茹でなければならないなどといった法則がよく知られている。また、優勝者は、卵がイカ様でないことを証明するため、 最後に卵を割って食べなければならないというルールがある。オランダでは、このゲームは、エイアティクキンと呼ばれている。子供たちは染色した卵を入れたカゴを持って並び、他の子供のカゴに入った卵を割ろうとする。ただし、自分の卵と同じ色の卵しか割ってはいけないと、されている。ルーマニアでは、来客が赤い卵を、課長の卵にぶつけ、キリストが蘇られた。間によみがえられた。 という挨拶を交わす。卵が割れなかった来客は長寿になると言われている。ブルガリアのキリスト教徒の間にも類似の慣習があり、卵の戦いで優勝すると次のイースターまで最も健康でいられると信じられている。優勝した赤く染色された卵は幸運と健康の印として次のイースターまで保管される。中央ヨーロッパ諸国のカトリック教徒はこの伝統を エパーと呼ぶ。この語はおそらくドイツ語のオプファーに由来している。オプファーもこの慣習を呼ぶ語として用いられており、犠牲という意味を有する。カルパトル新人は卵を転がすココティスジャというゲームの伝統を有している。子供たちは草地の上でビー玉のように卵を転がしたり、卵を手に持ってぶつけ合ったりする。割れた卵はその卵を割った子供のものになる。 ギリシャ人はこの慣習をカチンと鳴らす、ぶつけるという意味のジューグリズマと呼んでいる。トルコ系ユダヤ人の間にも玉ねぎの皮で染色した卵をぶつけ合う慣習が見られる。ありがとうございます。